マウシマウシエヴリバディ友達とこう結構なんか会話しててなんか、いや、あの芸能人めちゃくちゃ英語話しててかっこいいよなとか言うけど、いや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 、ごめんごめん。俺の方が英語全然うめえし。え、ちなみに、英語人生で一度も頑張ったことないっす。ネイティブ。なので、本日の動画は、大人気の YouTuber、ふワちゃんの英語力を見ていきたいと思います。Hi everyone!It's whoojem here!Have you ever seen the rainbow sticker yet? Means the place is doing a lot to stop the spread of COVID nineteen. That makes me really safe. So let's all go to places with the rainbow sticker. And when you're talking, make sure to keep your mask on so you don't spread the virus. Let's make the new normal together. <laughs> ございません。この動画は東京都公式のコロナ対策のサイトから来てますので、この英語の文は練習何度もしてるはずなんですよ。まあ、あとは30秒の動画なので、ふわっちの英語力はこれですとまあ言い切れないと思うのですが、動画を見て、えっ、ー、と、彼女の英語力を分析していきたいと思います。ここなんですよね。Have you ever seen the rainbow sticker yet? Ever? Yet っていうのを同じ文に使うとものすごく違和感を感じるんですよ。なのでまあナチュラルにしたいのであれば、Have you ever seen the rainbow sticker? もしくは、Have you seen the rainbow sticker yet?Yet yet っていう言葉を使うのは、ネガティブなシチュエーションを表すときに使うので、こういったシチュエーションではあんまり使わないのかなと思います。例えばなんですが、Oh, you haven't seen the movie yet? え、まだ映画見てないのって言った形に使います。It's doing l to stop the spread of COVID-19! ここですね発音に問題が若干あるかなと思うんですね発音本当にすごくいい方なんですよだから本当に細かく攻めましたらスプレッドという言葉ですねスプレッみたいな感じになっちゃってるのでスプレッド t トッ s p r e ッド COVID-19COVID COVID になっちゃってるんですけど COVID-19 ではなく COVID-19 ですね続けます、really、はい <So S 2> ここですね。えっと字幕の方には That makes me feel really safe と書いてるんですがけどフワちゃんが言ってるのは That makes me really safe と言っておりますこれによってすごく安全になりますって言ってるのでさすがにそれは言い切れないですなんでこの feel っていう言葉を入れることによってまあワンクッション安全を少し感じられるかなみたいな感じになるのでこの feel っていう言葉は入れるのはすごく重要だと思います And when you're talking make sure to keep your mask on so you spread the virus。you don't the いや本当にフワちゃんの英語はえっ、ー、と悪くないと思いますしーって言えばちょっとカクカクしてるんですよね滑らかさがちょっとない And when you're talking make sure you keep your mask on so you don't spread the virus なんかなんですかねこうなんかちょっと若干ロボ。 とのよような感じすするんですよねまあ、僕でしたら、And when you're talking, make sure to keep your mask on so you don't spread the virus.Virus.V、えー、結構まあ日本人ががよく、えー、と間違えるポイントなんですがの発音はこうですね。V。上の歯を下の唇を噛む感じで、Virus。Virus。っていう感じに言います。Let's make the new number together! Let's make the new normal together.Normal はまあ確かに名詞としても使えるんですが、ここのシチュエーションでは、Let's make the new norm together の方がもっとナチュラルに聞こえます。はい、ということで総合的にフワちゃんの英語を見てみましたら、うまい方だと思います。コミュニケーション能力がやっぱ高いので、それによってっ文法とかまあ発音とかちょっと若干ずれてるところもあるんですが、本当に彼女の英語はわかりやすいと。 思います。それでは本日のご視聴誠にありがとうございます。いいねボタンと、下の方のコメント欄にもコメント、じゃんじゃんお願いします。ピカチュウの英語力のレビューをしてほしいのであれば、ぜひともチャンネル登録お願いします。And I'll see y'all in the next video.